本日は文化庁アートプラットフォームシンポジウムにご参加くださいまして誠にありがとうございます。ご登壇者の皆さんをご紹介いたします。ご登壇者の皆さん、カメラをオンにしてください。本日はアメリカから美術史家の富井玲子さん、カリフォルニア大学ロサンゼルス校准教授のウィリアム・マノティさんにプレゼンテーションをしていただきます。そして文化庁アートプラットフォーム事業の翻訳事業意見交換会のメンバーとともに議論を進めていきたいと思います。翻訳事業意見交換会のメンバーは芸術公社意識事務所ご所属の大館夏子さん、大阪大学大学院准教授の中島泉さん、金沢美術工芸大学講師の大和弘樹さん、失礼しました。そして私、東京大学大学院教授の梶谷健二です。本日は事務局で翻訳家の大久保玲奈さんもお迎えし、司会進行は私、梶谷が務めさせていただきます。それではただいまより文化庁アートプラットフォームシンポジウム、日本の現代美術を翻訳する言説、文脈、歴史を始めさせていただきます。まず文化庁アートプラットフォーム事業のステアリングコミュニティであります日本現代アート委員会より片岡真美座長から開会のご挨拶をさせていただきます。片岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様こんにちは、片岡です。今ご紹介いただきました日本現代アート委員会が2018年からこの、アートプラットフォーム事業というのを行っていますけれども、これはもともと2014年にですね、文化庁の方で日本の美術の、海外発信のために、どういう問題があるのかというようなこの課題を整理をする、ミーティングがありまして、その中でさまざまな課題が上がってまいりました。ただそれはその、一つ何かをすればすぐに解決するという問題ではなくて、インフラの部分を、丁寧に修正していく必要があるだろうというようなことで、この2018年から始まったアートプラットフォーム事業では顔の見えるネットワークを作る必要があるだろうということで、招待制のワークショップをはじめ、それからこの翻訳をするということで、言語が障害になって日本の現代アートが海外に出ていかないという問題を解決しようと、それからそれを伝えていくプラットフォームとしてのウェブサイトを作る、そして、国内の、国立美術館に限らない、国内の美術館の収蔵品をですね、これもバイリンガルで、検索、リサーチができるようにするという、そのデータベースを、バイリンガルのデータベースを作るという、そういう作業をしてまいりました。で、専門家の方々に集まっていただいて、それぞれのワーキンググループで、さらに、専門家の方々をお招きしつつ進めてきて、今年が5年目ということになるわけなんですけども、こちら の今日お話をしていただく、翻訳ワーキングについては、皆さん関わっていらっしゃる方は、もちろんお分かりだと思いますけども、本当に時間のかかる、そして高い専門性が、必要とされる、分野でありまして、皆さんに本当によく動いていただけたというふうに思っていますけども、そのことについて、今日シンポジウムが開催されることを大変嬉しく思っています。皆様どうぞよろしくお願いいたします。片岡さん、ありがとうございました。それでは、文化庁アートプラットフォーム事業が進める文献翻訳について、大館夏子さんからご紹介いただきます。大館さんは、先ほどご紹介しましたように、芸術公社意識事務所のご所属であり、日本現代アート委員会委員、そして翻訳事業意見交換会メンバーを務められております。意識事務所では、さまざまなアーティストのマネジメントに関わる一方、最近はリフリーダム愛知やアートフォーオール表現の現場調査団など、現場の運営に関わっておられております。それでは大田さん、よろしくお願いします。はい、ご紹介ありがとうございました。選書メンバー選書意見交換会メンバーの大館と申します。片岡さん のアートプラットフォーム事業 の紹介にあったように、翻訳事業ではアートプラットフォーム事業の目的に沿った形で、日本の現代アートの国際的な評価を高めることにつながる、研究を喚起するため、特に需要が高いと考えられる、戦後美術の対象としたテキストの公開を進めています。すいません、スライドを
あります。で、背景にはプラットフォーム事業での課題でも指摘されたように、現代美術の作品に、これまで、そうですね、現代美術の作品理解において、歴史的および文化的な文脈の理解は重要であるという前提に基づいて、理解の一助となるような文献を翻訳する。これは、言語的な問題によって、日本の、テキストが、なかなか直接、海外の日本語話者ではない方に読んでいただきにくいということを解決しようとしています。またこれまで海外の美術館が開催してきた日本、いわゆる日本の美術展というもの、そこの中カタログの等々で文献等も紹介されてきたんですけれども、いわゆる、国際展が少なく、国別展覧会ですね、が少なくなる中、紹介の機会が少なくなっているということで、例えば1985年オックスフォード美術館での、再構成日本の前衛、1945から65、もしくは1986年のポンピドゥセンターでの前衛芸術の日本、1994年グッケンハイム美術館での戦後日本の前衛美術展などですが、こういう国際的にも日本だけではなく、国際的にもいわゆる国別の展覧会というものが少なくなっていて、そういった意味でも文献や文脈や文献を広く紹介する機会というのが減ってきているという、現状があります。2012年にニューヨーク近代美術館が From Postwar to Postmodern、今スライドに出している出版物を発行しました。ここにいらっしゃる選書メンバーの梶谷さんも編集の一人として関わっていらっしゃいます。これは、ドリアン・チューンがキュレーションをした東京展との展覧会の開催と同時期でした。またこの、出版物、ですけれども、日本これは、MoMA と、日本の、編集メンバーとの共同という、研究者との共同という形で行われていますが、インターナショナルプログラムという形で、自らが研究しやすい、北米、西欧以外の部分、地域ですね、これまで、東欧、中央、アルゼンチン、ベネズエラ、中国、日本、ブラジル、アラブなどのアンソロジーを現地の研究者の協力を得て出しているということです。まずは翻訳の事業をスタートしたときに、もちろんこの書籍については大いに参考し、この書籍を参考にしてこれにつながる形で改めて文献を選び翻訳するべく事業が始まったということがあります。目標ですね、まず事業を始めるにあたって、そのための取り組み、ですけれども、まずは翻訳の質の向上を掲げました。で、問題点ですけれども、今の問題点として、日本の美術館の展覧会のカタログには、英訳が集約されているものもかなりあるんですけれども、翻訳からの、原稿をネイティブチェック等は行うものの、いわゆるコピーエディティングといったような英文編集を経ずに、掲載されることが多くて、翻訳の質にばらつきがある。また表記の仕方が統一されていないという問題がありました。で、こうした問題を解決するために、2つのことを行いました。一つは翻訳体制の確立です。翻訳、クロスチェック、校閲というプロセスを得る。ここにスライドにあるように、3人体制で行っています。また翻訳事業当初の、選書メンバーでもあったアンドリュー・マークルが作成した、スタイルガイドというものも、これは作成されました。これウェブサイトに掲載しておりますけれども、こちらは具体的な表記方法、固有名詞の訳語などが入って非常に有益なものでして、ぜひ、ウェブサイトで、ごめんなさい、これですね、ウェブサイトで、ダウンロードもできますので、これからカタログや美術書の翻訳に関わる方には、ぜひご活用いただければと思います。
またこうした技術的なことと同時に、もちろん選書なので何を翻訳するか、何をどういった文献を翻訳するかという点についてもメンバーで改めて議論をしました。特にその文化庁が関わる事業ということで、主流もしくは正史と取られかねないという懸念を私個人的には抱いていたこともありますし、また現在の国際的な動きを見ても多様性や複数の視点というものの導入は必須であるということはメンバーでも合意形成がなされています。例えば女性の書き手については各テーマについて必ず2名以上、できればもっとそれ以上は入れることといったクオータ制を導入しました。また在日作家の活動、植民地もしくは地方ですねにおける美術の活動について、またアジアの美術研究についてのテキストなどについても積極的に選定をしています。さらにはジェンダーの取り扱い方など現在から見るとある種の固定観念に基づいた表現だと思われるもので気になるものについては改めてそれに解説や注釈をつける方針で進めています。では選書の実践例に移ります。2010年に発行された黒田雷司さんの大著ですね、肉体のアナーキズム、こちらを翻訳進行中です。また、この子に、美術の日本近現代史ですね、これは戦後45年以降の章のみを抜粋し書籍化します。いずれも、ベルギーのルーベン大学出版部から2023年に出版予定です。また個別の文献については先ほど申し上げましたように現在の視点から見た文脈形成を図るということで、10のテーマを決め、先ほど申し上げたような複数性多様性といった観点から論考、書籍、カタログ、新聞、雑誌、研究やウェブ媒体から選んでいます。10のテーマはこちらになります。これを、選書メンバーで、話し合いながら決めております。以上これまでその4年に、以上にわたる、取り組みをご紹介しました。これまで多くの方にご協力いただき、事務局スタッフが実務的な作業を行いながら翻訳事業を進めてまいりました。どの段階一つとっても、もう例えば本当に、画像の許諾を取るといったようなことについても、時間がかかる非常に地道な作業の連続でもあり、現在、成果物である翻訳されたものとして皆さんに見ていただけるのはウェブサイトに公開されてはいますけれども、まだほんの一部です。28本ですかね。これから年度末にかけて、さらなる、翻訳文献をPDF で、ホームページにアップロードされる予定です。で、こうした取り組みは、これはすみません、スライドにありますけれども、非常に、今までもかなりリソースをかけておりますし、なんて言うんでしょうね、かなりいろんな実際にノウハウが蓄積してきたと思われます。で、こうした取り組みはその原稿だけではなく、翻訳者、クロスチェッカー、あと校閲の人材や、また先ほど申し上げたガイドラインを含め、すべて長期にわたる、大きな資産ともいえる、将来的に使える資産ともいえるものです。これまでこの事業についてあまり皆さんに知っていただく機会がなかったのですけれども、改めてこの資産を今後どのように研究者やアーティスト、美術館もしくは他の美術関係者の方々と共有をし発展的に利用してもらえるかということをぜひ一緒に考えていただければと思っています。現在、同じアートプラットフォーム事業 のウェブページから、使っていただける、美術館、全国美術館収蔵品サーチ、収蔵との連携も今後進めていく予定ですので、例えば特定の作家についての文献等がより探しやすい形でお使いいただけると思います。で今後ですね、これは個人的な展望希望も含みますけれども、まず、先ほど申し上げましたように、国内外の美術館や研究者ほかとのノウハウの共有で、おそらく
まあ、人的資源等々の観点から、あのお金をもらっただけでは多分あの、翻訳を、3人体制で進めることは、まあ、難しいこともあるのかもしれません。そうしたノウハウ、あのこうどうやって翻訳を進めればいいかといったノウハウもあのかなり、蓄積されてきてましたので、あのその実務的なバックアップ等もできればいいなと思います。でまたはあのより多くの人へのアクセスを可能とするプラットフォーム化の推進、これは先ほど申し上げました収蔵との連携ですね。でこれまではまあ過去の文献をあの選んできましたけれども、まあ、進行中の論考の翻訳を同時進行ですることがまあ可能なのか、まあ、これはカタログに、まあ、例えばあの美術館のカタログへの、翻訳の提供あのですねということが可能なのかどうか。であの今はあの限られたリソースで、まあ国際的にも多数が読める英語への翻訳を優先させていますけれども、もちろん原文が日本語以外の文献、日本美術についてですね、翻訳や英語以外への翻訳といったこともあのできればいいなというふうに思っています。あの最後に、これはこういうその知識の共有っていうのは、あのまあ、私が先日見たドキュメンタ15でもさまざまな知恵の共有というのがあったので、まあ、そういったことにちょっと触発されてもいるかもしれませんけれども、改めてこれから広くあの翻訳を興味をお持ちの皆さんと一緒に、この翻訳事業の取り組みを発展させていければと強く願っています。で最後にあのここにクレジットとして、もう本当に多くの皆様に、事業に関わっていただきました。改めてここで感謝をいたします。また事務局、あの常にいろいろ細かいこともやっていただいております。あの感謝します。あのどうもありがとうございました。大田さん、ありがとうございました。翻訳事業について、その背景、取り組み、体制、そして今後展望まで含めて、お話しいただきました。続きまして、富井玲子さんにお話しいただきます。富井さんは美術家で、1945年以後の日本美術研究をテーマとしたグローバルな学術メーリングリストグループポンジャ原稿を主催されています。2016年には MIT プレスから荒野のラジカリズム国際的同時性と日本の1960年代美術という本を出版されて、ロバート・マザウェル出版賞を受賞されております。また令和2年度文化庁長官表彰も受賞されております。それでは富井さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。ニューヨークの富井玲子です。本日はお招きに預かりありがとうございます。どうしたら日本の現代美術が世界美術史に定位置を確保できるか、戦後美術史三位一体論を中心にというタイトルでお話ししたいと思います。海外における日本現代美術研究の現状や課題について話しつつ、日本側の課題についても提案があればお願いしますというお題をいただきました。まず最初に一つの器具を共有したいと思います。すなわち、日本の戦後美術史は今危機の時を迎えているのではないか。私の問題意識はこうです。日本の60年代美術は、その先駆的ラジカリズムと国際的同時性により、世界美術史のパラダイムサイトであることは認識が高まりつつあるように思います。ただしそれは日本美術が第二次世界大戦収束の直後から欧米で注目を集めてきた状況に追うところが少なくありません。いわば戦後美術の遺産を美術として可視化してきたわけです。しかしながら現在は他の非西洋周辺諸国の戦後美術研究も活発になり、日本は数多くある声の一つになりつつあります。さらに21世紀になって進行中のグローバルコンテンポラリーアートに目を向けるなら、まさに百花西方で、アジアの中だけで考えても東南アジアや南アジアの諸国、さらには東アジアの中国と韓国に比べても、日本のコンテンポラリーアートはおとなしいように見えてきます。こうした現在の状況の中で、日本の戦後美術、およびコンテンポラリーアートはグローバルにどのような位置づけを持ち得るのでしょうか。つまり戦後日本美術史、ひいては日本の現代美術の研究は何をするべきなのでしょうか。現在の危機を打開するためには、まず内外における過去30年ほどの成果を解雇して未来につなげていく、いわば歴史から何か学べるものがないか歴史家として考えてみました。この30年ほどの成果を解雇するなら、
まず第一に、国内外における個別研究の進展が挙げられます。これは大前提であり、かつ現在も進行していますが、強調して強調しすぎることのない事実です。日本国内では、美術館における調査と基礎研究が継続され、より充実したものとなっています。また大学院レベルにおける専門家や大学院生の存在も以前よりはるかに拡大しているようです。さらに方法論的には、近年のアーカイブ資料による収集、データ化、研究の充実を忘れることはできません。海外での進展は絶対量は小さいかもしれませんが、個々の研究や大学院生の地道な鋭意の上に、遅々としながらも着々と進展することは事実です。復元するなら、国内での研究成果に追うところも少なくなく、個人レベルとの協力ネットワークの確立は重要な成果だと言えるでしょう。何よりも国外で特筆すべきは、個別研究を超えた進展が大きいことです。つまり、歴史あるいは世界観の大枠を革新するというマクロな成果がいくつか見られます。まず第一に世界美術史への積極的参入と介入。第二に60年代日本が世界美術史のパラダイムサイトであることの確認。第三に三位一体の起動。第一の世界美術史への積極的介入、インターベンションという点では、重要な事例として、ミンティアンポの著作、英語タイトルは具体ディセンタリングモダニズム、日本語タイトルが具体主演からの挑戦を挙げることができます。この本で重要なことは、具体の個別研究にとどまらないことです。大きな理論的枠組みとして、脱中心化、すなわちディセンタリングを掲げ、西洋中心主義、ヨーロセントリズムからの脱却を理論化しました。その上で、これまでモダニズムの終焉的存在とみなされてきた具体を語り直すための戦略を多角的に追求した著作です。ミンティアンポの仕事は、個人レベルでの協力ネットワークの確立という点でも重要なもので、脱中心化という社会美術史を睨んだ理論的枠組みに、ティアンポ自身を含む国内外の具体の個別研究の成果を結集して、グッケンハイム美術館の大々的な具体展が実現しました。60年代日本が世界美術史のパラダイムサイトだという認識は、手前味噌ながら、拙著、ラディカリズム・イン・ザ・ウィルダネス・インターナショナル・コンテンポラナリティ・アンド・シクスティーズ・アート・イン・ジャパンで主張したテーマです。タイトルを和訳すると、荒野のラディカリズム、国際的同時性と日本の1960年代美術、まだ日本語版はありません。個別研究としては、松沢豊やザ・プレイ、ガンを中心にして、日本の60年代美術の革新的独自性を記述しました。マクロ研究としては、ティアンプの仕事を受け継いで、脱中心化をさらに理論化し、個別の事例を出発点として、終焉からボトムアップに世界美術史を記述する方法論を提示しました。特に国際的同時性をキーコンセプトとして、比較美術史の方法論的枠組みを、引き合いとつながりで理論化しました。マクロな成果の第3は三位一体です。この事例としては、2010年代全般のちょっとした日本ラッシュ、つまりアメリカにおける戦後日本美術への関心の高まりが挙げられます。まず三位一体の考え方を説明しておきましょう。これは日本の戦後美術がコンテンポラリーアートも含めて世界美術史に定位置を確保するには三位一体が必要なのではないかという私流の考え方です。まず作品が良いことは大前提です。ここで何が良い作品かということ自体が議論の対象になりかねませんが、ひとまず現場の実感として、ワオファクターをすごい的特質が大前提となります。いわば一種のインパクトです。これがなければ人々が食いついてきません。ただそれだけでは一時のもの珍しさに終わってしまう。その先に進むための必須条件として、学術、市場、美術館の3者が必須条件として浮上します。まず、ワオファクターですが、未知のものを見た時の第一印象にあたります。あ、すごいよね、これ。という感想は、これまでも1950年代半ばの田中敦子のベル、あるいは時代が下がって1970年のガンの雪のイメージを変えるイベントのような作品に向かって発せられた海外の率直な反応でした。
これを一過性の驚きではなく、地に足のついた認識に変えていくには何が必要なのか。まず第一に必要なのが学術、つまり美術史です。これは何？どこからこんなものが出てきたのか？どんな意味があるのか？などの素朴かつ本質的な疑問に対して、美術史は研究を通じて回答を与え、ひいては歴史的価値を生成します。これは学術の果たす文化的機能です。文化を経済の一部として社会に位置づけるのが経済的機能を担う市場です。市場は商業行為、つまり交換により金銭的価値を生成します。作品を売るためには画廊やアートコンサルタントもまたコレクターが発するであろう、これは何？などの素朴かつ本質的な疑問に答える必要がありますから、市場にとって学術との連携は重要です。特にグローバル市場の中心である欧米の美術館やコレクターは単に、お、すごいだけでは財布の紐を緩めません。また印象費用的な現時だけでは納得しません。美術史はその意味で文化的価値のお墨付きの役割を果たし、画商などが作品解説をするための参考書にもなります。ただこれだけではまだ文化は社会に定着しません。文化を社会化するためには、社会的機能を担う美術館が必要になります。近代以降の世界において、美術館をアートの対の住処と規定することには抵抗があるかもしれません。しかし、世界美術史という戦場では、美術館が重要な戦略的価値を占めることも事実です。もちろん、個人コレクターの役割も考慮されねばなりませんが、対の住処の発想に立つと、個人コレクターは社会化のプロセスにおける中間的位置にあります。欧米、特にアメリカで影響力のある美術館寄贈を最終ゴールとして収集するコレクターの存在は、美術館の在り方の一環として無視できません。ただし、作品が美術館に収蔵されただけでは、死蔵の危険が残ります。修正された作品は積極的にコレクション展示や暴露、エクスポージャーを高める必要があります。また作品の文化的価値は美術館を筆頭として大学や一般における啓蒙やエデュケーションにより強化されねばなりません。こうして学術市場美術館の順番で価値の生成が重層化され、三位一体でアートが歴史の中に根付いていきます。無論のこと、三位一体戦略はコンテンポラリーアートにも当てはまります。ただ、日本の戦後美術の場合、三位一体の緊密な連携が鍵を握っていた理由の一つに、50年代、60年代の作品は絶対数が少なかったという事情を挙げておきたいと思います。私の三位一体論は現場での観察に基づくものでした。その経緯を説明するには、1994年にアレキサンドラ・モンローがブッケンハイム美術館で開催したジャパニーズ・アート・アフター・1945展、通称スクリーム展まで遡ります。スクリーム展の戦後日本美術史における貢献は、まず第一に新たなワオファクターを広範囲に提示したことです。第二にアカデミアを中心に戦後日本美術がユニークでオーセンティックなモダニズムであることを示し、グローバルとローカルの糸を紡いだ企画は、終焉は模倣という欧米史観のトラウマを払拭しました。それを何よりも示すのがニューヨークタイムズの点評で、日本の現代美術は西洋のモダニズムのウォーターダウン、水増しではないこと、また多くの作家たちが欧米と比べてもパイオニア的存在であることを認めました。そして教育啓蒙のレベルでは、日本語版の展覧会図録を2倍以上に拡充した英語版の出版物は、読みやすい教科書として機能する結果となりました。ただし、一つ重大な問題が残りました。つまりその時点では事実上、スクリーム展とその本しかなかったということです。その時点での緊急課題は、もっと学術が必要、もっと市場が必要、もっと美術館コレクションが必要の3点でした。現場にいなければ分からなかったことだろうと思うのですが、スクリーム展の後で私は意外な質問を受けて腰が抜けるほどびっくりしました。つまり、これはどこで買えるんですかという質問です。どこで買えるのか、つまり、ワオファクターが引き起こした収集への興味を市場が
市場が満たす必要が出てきたということでした。またスクリーム展は特別展で、転換された作品はほとんど日本の収蔵先に戻されました。つまりアメリカにはワウファクターが記憶としてしか残らず、すごい作品はコンスタントな物理的存在を持ちませんでした。インパクトは必要ですが、何度も同じ作品、同じ作家を見ることで、見る側でも目が慣れてくる。これはアートの普及にとって重要な側面です。つまり三位一体のどの要素もなかったということです。1994年を契機に、それぞれ3つの要素が立ち上がって、三位一体が機能し始めたのはようやく2010年代前半、20年に近い歳月が必要でした。スクリーム展にこうして起こったポスト94の最初の展開は学術でした。戦後日本美術が大学院レベルで研究に値するトピックであることが認識され、戦後日本美術を調査研究する大学院や美術史研究者の数が徐々に増えていきました。この結果、10年足らずの後、2003年頃にはかなりまとまった数の研究者が出てきました。そこで私はまだ当時大学院生だった手塚美和子さんと相談して、メーリングリストグループ、ポンジャ月報を設立しました。メーリングリストはバーチャルな存在ですが、イェール大学やゲッティ研究所などと協力して、戦後日本美術史のコンファレンスやパネルをコンスタントに仕掛けて、物理的にも存在をアピールすることができました。詳しくはホームページ、ポンジャ原稿 .net をご覧ください。スクリーム展以後のもう一つの展開は、市場が動き出したということです。新たに関心を持った画商たちが、販売可能な作品の調査をはじめ、十分な数の作品を提供できるようになった時点で、これらの作品を転換しました。もう一つ重要だったのは、これらの画商が研究者と共同してカタログ出版やパネルディスカッションの開催など、言語の言説の構築に参画しました。こうして美術館収蔵への道は準備されましたが、美術館の財布の紐はどこの国でも固いものです。特に欧米では、日本の現代美術のような新規な作品は構えが慎重になります。今から考えると、アレクサンドラ・モンローがニューヨークのジャパン・ソサイティやグッケンハイム美術館で企画開催したアジアの現代美術の展覧会は、三位一体の連携を促す見えない役割を果たしたように思えます。つまり、アメリカの美術館におけるアジアへの親近度を高め、研究ベースでの活動をアピールすることによって、美術館における収集への基礎固めになったということです。こうした準備を経て、2010年代全般に三位一体が減少しました。ちなみにスライドでお見せしているのは、2012年のMoMAの東京展、2013年のグッゲンハイムの具体展、2015年のダラス美術館の白髪元永2人展、そして同じく2015年ヒューストン美術館の戦後日本の写真展のカタログです。これをまとめますと、三位一体とは、学術、美術史、および市場、および美術館、収蔵、転換の3者が緊密に連携しながら戦後美術、現代美術を世界美術史やグローバルな言説に盛り上げつつ定着させていく戦略です。さて、こうした成果を踏まえた上で、今後の課題について簡単にまとめてみました。まず、これまでの延長で継続されうることとしては、個別研究の継続と国内外の連携の継続、確実重大があります。第2に、問題意識を持って対処すべきことは、世界美術史におけるマクロな歴史観の拡大を図ることが重要です。これには戦後から60年代の研究を70年代以降に拡張することも当然必要になりますし、それは現時点で徐々に起こっています。それ以上にクリティカルなのは、パラダイムとしての60年代を戦前、そして21世紀、その時代的な前後につなげていく世界史ナラティブの創出でしょう。例えば私自身の研究では、コレクティビズムや展覧会の変遷などを通史的な枠組みで考え、さらにはそれを日本の問題意識としてのみならず、終焉の問題意識として、またモナリズムとコンテンポラリーアート全体の問題意識として
提示していきたいと考えています。第3に構造的取り組みが必要な側面もあります。三位一体の継続は言うまでもありませんが、現在最もクリティカルなのは次世代研究者キュレーターの育成です。より具体的に考えるためには日本側の課題が浮上してきます。まず三位一体戦略にインパクトのある形で参画していくこと、これにはまだ日本で理解がまだ広がっていない美術史の役割を認識し、美術批評との違いを知っていただきたいと思っています。第2に世界美術史で議論となっているマクロ大枠な歴史観を共有していくこと、第3に日本だからこそできる時代育成の支援がありますが、緊急課題の一つは実践的日本語力の育成です。それに関して翻訳の問題が浮上してきます。これはマロッティ先生のトピックですが、美術史の立場から考えると、まず美術史の研究には2つの方向性があります。グローバルの広い視野で取り組む日本の専門外の人たちがいる一方で、深くローカルに知識を掘り下げていく専門家も必要です。日本が世界美術史で定位置を確保するためには、グローバルとローカルの両方の方向性が必要です。この場合翻訳は関心の裾野を広げるためには有効ですが、専門家の語学訓練には必ずしも影響しません。なぜなら研究を深めるためには翻訳されていないものまでも読み込んでいく必要があるからです。またローカルな地域研究を深めることでグローバルな提言につなげていく研究者の存在は、ボトムアップで周辺から世界美術史に取り組むためには不可欠の存在です。この後者のために日本側からできる支援はあるのか、そこでアートプラットフォームへの提言があります。翻訳をダイナミックに広くと深くの2方向性で考えていただきたい。特に必要なのはスタティックな翻訳事業だけではなく、それをダイナミックに展開させていく第二外国語の実践的支援です。日本人研究者は、これは単に海外の問題ではなく国内の問題でもあります。日本人研究者は英語読解力プラス執筆発表力が向上すれば、海外での枕の成果を理解してより積極的な研究発表につながっていくでしょう。また日本語をネイティブとしない研究者は資料読解能力の向上により研究調査が深まっていきます。現在日本語学習への関心と意欲は全米で見ても中国語韓国語よりも低い状況です。言語力は美術史研究を深めるためには不可欠ですが、研究レベルの言語力は語学学校で教えられるものではなく実践的な学びの場が必要です。例えばアートプラットフォームの翻訳がサイドバイサイドでリーディングできるだけでも深くの効果が英語と日本語の両方で生まれるのではないか、そんなふうに思えます。まだお話ししたいことはありますが、ひとまずこれで終わりにします。ご清聴ありがとうございました。富井さんありがとうございました。続きましてウィリアム・アドティさんにお話ししていただきます。ウィリアム・アドティさんはカリフォルニア大学ロサンゼルス校歴史学部准教授で、日常生活と文化史に焦点を当てた日本近現代史を専門とされております。UCLA では東アジア研究修士課程講座の座長、それから複数の大学の研究者が参加するリサーチグループジャパニーズアーツ&グローバリゼーションズのディレクターも務められております。2013年にはデューク大学出版から貨幣・電車・ギロチン1960年代日本の芸術と革命という本を出版されており、現在は文化の政治性と抗議運動の実践を分析した本を準備中だということです。それではマルティさん、どうぞよろしくお願い申し上げます。Hi, I'm William Morales. はい、皆様こんにちは。ウィリアム・マロッティです。UCLA で歴史を教鞭をとっており、そして現在東アジア研究について、まず修士段階においての座長を務めています。そして Japan Arts and Globalization というリサーチグループのトップを務めています。そして今日はコーヒーの効果を気づく限り、後ほどの議論の方でも登壇したいと思っています。
ということで、私までに研究し、教鞭取り、そして保存し、そして時には日本からのアートの翻訳に関わってきた経験を振り返りたいと思います。何が具体的に関わっているのか、そしてその重要性についてお話したいと思いますし、またアートから出てくるさまざまなそういった対話の価値、そして直接そういう中において不在であるということに気づかされていく対話者、そしてまたそういったもろもろのことについて翻訳、そしてまた保全する、そしてそれを保存することのどれほど重要なのかということについても話をしたいと思いますし、また世界の中の不可欠な重要なものとしてアートの価値というのは完全にこれを国ごとのそういった文化のビジョンに安易に落とし込まれないことの重要性について話したいと思います。カルチャーヒストリーについて、これは文化史と異なっているものと私は位置づけています。カルチャー史というのは単に複数のそういった文化ということについてもありませんし、国固有のものでもそういった各国の文化ということに根ざしたものではありません。つまり意味をどうやって作り出し、それをどういうふうに私たちが捉えているのかという、そういった人々の生き方、暮らし、そういった側面に関わっていきます。人がどういうふうにして世界を見、解釈し、そして理解するのか、その多種多様なあり方について関わっているものであり、その中のさまざまなせめぎ合いと創造性について誰もが世界を持っていければみんな異なっています。各ネーションステートの中でも異なっていますし、世界観の捉え方についても常に違いがあり、そしてそれについての議論もあります。過去の現在においての意味合いだとか、そしてさまざまなつながりと、そして共同体について異なった見解を示しています。そしてそういった中のポテンシャルと、そしてまた意味合いについても示しています。そしてアーティストはそういった世界との対話を自分たちの見解だけではなく、美術といったそういった媒体自体を通じてのそういったさまざまな現象について注意を傾けます。そして私たちは異なった見方をすることができることかもしれない。それは誰もが予想いいともせず、そしてまた想定していたものとは違っている、つまり次の可能性はアートであるという中島義夫の言葉そのものになります。今までの生まれてきたもの、そしてまた現在の、そしてまた古いアート、近いもの、遠いもの、どういったことについても同じようにこれ等しく当てはまります。異なった見解と、そして今ここで非常に意味を持って、そして測っていくことができるようなポテンシャルを示唆するものです。今のこの瞬間において新しい形を私たちに語りかけることもできるけれども、そういったアートが常にここにあって、そして私たちが手を伸ばすことができるということの可能性のによって、この可能性の有無が出てきます。認識と、そしてまたアートの形態というのは、しばしばそういった今までのあり方こそを尊いと思っている人々の願いとは異なった潮流になっています。だからこそ様々な意味でアートと、そして表現をめでいって交互行きが繰り返されてきたんです。そういったことに対して、そういった揺さぶりに対しての敵対感を持って迎えられることも多々あるわけですけれども、これは文化の中に生きている分、人とその想像力にも関わってきます。それがなかったら私たちは凍てつき、そしてまた博物館化しゾンビ的なものになってしまうかもしれない。コモディティ化されたブランドによって全てが掌握されているようなカルチャーになりかねないんです。誰もが想定するとおりに、ということで私は多様なそういったことについて、そういった可能性についてのそのこう、そして翻訳のかなとか、そして保存の乏しさ、そういったことについて長くにわたって私は舞踏に関わってきました。近代日本の演劇関係、舞台芸術が世界にもたらした最も偉大なる遺産と見られています。驚くことより豊かで多様で、そしてまた私たち引きつけてやまないようなパフォーマンスと、そしてその遺産に関わってくるものです。そして後半の他の芸術形態に関わります。北京のセミナーに何年前は私は参加しました。1週間にわたって舞踏と、そしてコンテンポラリーダンスの実践者と、そして研究者との中国でおける人と皆様との交流の機会だったんです。そういう中でダンスをめぐってのそういったワークショップの挑発性ということについても関わってくることもありました。そしてまたダンス史、踊りの歴史ということについての解釈をめぐってのそういった講演がありました。で、60年代のアバンギャルドのコンテクストの中において舞踏の生まれということについて調べましたけれども、中国の皆様はそういった経済化高度経済期においてのそういったさまざまな負の側面の中に、まあ、このアートがどういうふうにして振り下げていったのかということを、それ非常に興味深く思ったんです。当時日本政府は経済的な進歩をこの政府の正当化のために見せていたということが非常に自分
たちに対しても示唆的に伴うんだと。そしてその後でバレエを学んでいる若い方からそういった実験的な芸術は社会に対してダメージを与えると思うのかと聞いたんです。これはしばしばさまざまな形で非公式の公的なものとされているアートや行動に対して糾弾するために使われている公式の見解だったんです。確かに社会をダメージに与えた、そしてそれはいいことだと言ったんです。つまり生きているクリエイティブな実践だったので、世界にあるものに対してこれ取り組んでいた。生きているアートパフォーマンスというのはそれまでにいてついた壊れてしまったそういったかけらになったものをいろいろとさまざまな形で手を加えて異なった可能性を示していたんだと。生きているそういったカルチャーの一部の中において見るべきだと。つまりソサエティと社会と私たちが言っているものはそういった躍動感のバイタリティというものと対比するものとして見ていてしまったらば、結局は死んでしまったフォルムとそして生きているものと、それをお互いに対して死んだものの方を擁護することになると、学生をほっとしたくなりました。小説家のジェームズ・モーリーの言葉を使ってきますと、社会の本質というものが市民の間に安全という幻想を作り出すことであったらば、それと同時に安全というのは必ずこれは幻想に過ぎないということも真実なんだ。アーティストは平穏を乱すためにいる、平穏を乱さねばならない、さもなくばカオスだと。そしてアートがどういうふうに関わるのかといったらば、自分の人生を研究を洗い出し、そしてまた直面することができたらば、そして他の命とそしてまた生命とどういうふうにつながっているのかを見ることもできるし、そしてそれをまた発見することができる、どういうふうにして他の人々と関わってくるのかということについて見ることができる。みんなそうだ、自分だけに起きたことというのも実は100年前にドストエフスキーにも起きていた。これは苦しみそしてもがき続けている人間と大いなる解放だ。常に孤独ということではない、だからアートは重要である。人生が重要でなければアートは重要性を持たず、そして生きるということは人生というのは大事なんだ。よってアートというのは不可欠なものです。今のも古いものも、ここにあるものも遠いものも、全てが可能性とつながりを人間のスケールで可能にしていくものになっているし、そして完全なる人間未満の扱いを受けたかねないということに対して向き合っていき、それに対峙していくために必要なんです。世界の中で生きて、そしてまたその中において栄え続けていくということに関わります。全てを予想していなかったような方法で私たちに対して語りかけ、そして感動させます。人の犬経験に不可欠なものであり、異なった見解と可能性にもなっています。世界に関わるものであり、そしてそれはやはりローカルなものと思われても、一箇所に起きているものは他のところにおいても意味を持ちます。ということで舞踏ということは実験的で、そして今までになかったような画期的なパフォーマンスに対しての総称です。50年代か60年代かけて出てきたものですけども、アバンギャルドの驚くほどの気分カルチュラルな生産性の一部だったんです。変革と、そしてほとんど全てのクリエイティブな取り組みということ、伝統化的なものとかテクノロジーのものについてこれを巻き込んだもので、かなりこれについて私は書いてきましたし、驚くほど独創性のあるそういった発明でもあるし、同時に世界的なグローバルな現象として大いなる変身を与えていく、そしてアートと政治そのものに対して両方同時に切り込んでいくものだったということ、つまりローカルの場で、そしてまた地球規模において多様なアプローチの可能性と連帯と、そしてまた得意点と、そしてまた相互に認識をするものを見せていく、これはグローバルの60年代の中において最も重要で複雑で、そして流れているものの一部なんだと。舞踏はその中でも本当に大したようなコンテキストの中において重要だと、国吉和子が言ったように、舞踏はただパフォーマンスだけではなく、同時に最も精密なる批判的な精神のものにも関わってくる。身体の意識の歴史の中においてのそういった最も特筆すべきものであり、そして人の精神の歴史にも深く関わってくるようなそういった思考の強さ、考えの強さを持っている、これは土方辰巳の持っている大変強烈なその痕跡、考えの痕跡でもある。今までにあった規範と、そしてまた矛盾を明らかにし、それ身体のレベルをにまで持っていくのを、今までになかったような、そしてまた今までにあったような当たり前でしている表現に対して反対するかのようなものは世界中で見せています。桂冠が北京の会議で言ったように、舞踏は舞台上では
特定することができないものを見せていくけども、ずっと観客が見続けていたらば、意味のことについて見る人はやめていき、そして同時に自分たちの物語を考えていく。そして私はそれに賛同いたします。どのような発明的そしてまた変身的なアートにおいてもこれも同様のものでありますし、必ずこの力というのはアンビバレンスの中において包まれています。異なった見解を見せるということもなっていくし、またそういった奇妙さを逆に今までに馴染みのあるカテゴリーの中において押し込んでいくということがあります。シュリアリズムについてなどるのではありませんけれども、アートを解釈していくということの中で最もそれを死に対させていくものの中は、これを哲学的に責任のある解釈の中においても、コンセプト化していくプロセスの中においては、奇妙で驚くようなものを既に馴染みのあるものの言語の中において、そしてまたその用語の中において表現せざるを得ない、すなわち説明しなければいけない唯一のものについてそれを説明してしまうことになるんだと。ということで、アートの価値についての出会いと、そしてまた翻訳についてですけれども、私は大学時代においても今までにずっとさまざまな文学の作品を読んできましたし、そしてまたそれで独自に自分でも興味を持ちながら日本のアートと文化と、そしてまた歴史について関わってきますけれども、舞踏はその中において重要なもので、80年代の半ばに三階塾の文の舞台を見ました。そしてその時にまた大落胆的なワイルドさと、そしてまた挑発性があったんですけれども、院生の段階で舞踏の写真集を見ていた時に、あの時代においての60年代の政治と文化的なことについて私は考えてきました。そしてアートと、そして政治のさまざまな結びつきと違いと、そしてまた重複することについて考えていくようになりましたけれども、舞踏を挑発していくということ、挑発見ていくということ、そして複雑なもの、単純には程遠いもの、そしてまた今までにあったような当たり前の話だとかナラティブと程遠いものとして見ていくということになりました。20年近くにわたっていくそういった初期の刺激から、私はそういったアートと、そしてまたパフォーマンスを60年代において見ていくということで、戦後史については考えていくことになりました。単に私の今までの知的な発展ということだけではなくて、個人的な経験から舞踏と芸術から予想外のところに行くということについて話したいと思います。東大研究生時代にシアターアーツに舞踏についての研究と解釈について論文を寄稿しないかと言われました。そしてそれをまず英語で草稿書いて、翻訳見た時にあまりにもひどい間違いが多かったので、結局編集者と一緒に文ごとにこの舞踏の問題性と本質主義の罠を1997年に発表したんですけれども、これを日本語でもう一度洗い直していった。そしてその中で結局は英語の原文自体が存在しないぐらいに英語の方の方にも徹底的に手を入れて書き直しもやったんです。そして補足もしたんです。その中でそれまでにあった舞踏っていうのは単に日本の身体の本質的な特性の進行の真なる表現であるといった今までにあったこの本質主義ということに対し批判しました。そして実にビザールで悲しいことなんですけども、驚くほどの独自性を持っていた実験戦士、そしてまた後半にアートとパフォーマンスについて関わっていって、そして素晴らしく天才的なイノベーションに富んだ発明というものは、全て結局空虚とも言えるような変わらない国としての身体的な意識、全近代的同体同族的身体ということに落とし込まれてしまいかねないということが、挑発的な、そしてまた非常に精密なるアートの形態は、そういった批評家の点においては単なる永遠に変わらない身体性ということの、そういったアイデンティティに同一化されてしまってしまう。そして日本回帰的なものというのは、それまでクリエイティブで、そしてまた批判的な精神のあったものを非常につまらないものにしてしまった。内容アイデンティティと見ていくということで、結局は観客の方も非常に安穏としてしまって、そしてすでに思っていることをそれをまた再補強し、それまでに目の前に繰り広げているパフォーマンスのものを結局目に留めなくなってしまうのではないか。真なるナショナル文化と、そしてまた西洋的な他者ということの間のこういった完全なる分断ということもあるのは、結局はダンスというものとアートパフォーマンス、そしてまた歴史ということに日本国外外がのっていても、結局はメイディンジャパンに落とし込まれることになりました。そして国吉和子、吉田芳恵と宇野国一の第50回の日本美容学会で2000年にそれについてシンポジウムに参加するように機会をいただきました。で、若手の研究者が実は私が書いたその論文を
引用するようになっていたということで、そしてまた武闘についてもその自分たちの持論の転換だけ使っていたこと、そして武闘実践者にも室伏公のかつてのマネージャーだった渡辺紀美子さんが運営しているキャフェシャイが早稲田の近くにあるんですけれども、そこには室伏公さんのライブラリーとそしてまた愛花保存されています。2016年で見たときに私が書いたその記事が掲載されていたシアターアーツの号が色と丸だとかあとは河川などが引かれていて、そしてそこのところに強調するかのように印を室伏さんご自身の手で加えていたということを見ました。そして室伏さんにとってこれが意味があるものだったということを発見して非常に喜ばしく思いました。メキシコにおいての武闘の異脚同感のあるそういった状況を作り入った重要な人だったんです。あと中島夏さんもいたわけですけども、何年か前に武闘についての翻訳とそして翻訳されたものとそしてまたそれについての論考などについて膨大に集められたものをそれをまたまとめ直していったことで、97年の私自身の寄稿文のそれの翻訳をしてほしいということで自分自身の日本語から英語にまた訳し直すということを奇妙なことに経験することになりました。翻訳がよくわかっているように翻訳トランスレーションというのは新たなものを実は作り出している、そして言語的に新しい領域に自分の書いたものの作品の命とそしてまたこの領域を広げていくことになりますし、これはクリエイティブで解釈的な行為であるということもありました。そしてそれが20、30にあったんです。武闘と武闘の研究について批評的に見直していく 再分析そしてまた解釈だった。自分自身の言葉についてもこれを分析し直すということ、そして直接日本語で書かれたものと、そしてこの武闘についての体調は実はこの武闘とそしてまたそれだけではなくアートパフォーマンスについて世界的に大きな関心が爆発的に広がっていたことの一部としてあったんです。英語とその他の言語についてようやく世界的なその重要性をきちんと認めるようになっていた、そしてその多様なアプローチについてそれを過去と現在の中においてこれをドキュメンテーションしようとしていたということもあります。そして芸術分野についての理論の調査そしてまた研究を考えていきますと、結局グローバルな政治学についてそしてまた脱植民地化ということについて考えていくようになってきました。こういった対話というのはまさに機会でありアートプラットフォームジャパンがこういったことについての非常に重要なる翻訳についても拡大しているということで、私も黒田大二さんの肉体のアナーキズムの翻訳プロジェクトに関わっているということはまさに非常に広範なインパクトを与えていくものになってきます。このかすかな痕跡までも長年にわたって研究し続けてきた黒田さんのこの研究はもう不可欠な文献でもありますし、もっと広範な皆様にも喜びます。非常に精密なディテールとそしてまた記録に対しての忠誠心そちらの方に特にご注目いただきたいのは、最も後半にこのアートパフォーマンスについて最も後半にそしてまた最も詳細にディテールに富んでいるそういった図式を選び出すことができたからです。特にこれが従来の理解のカテゴリーときしみを見せている時においても見られます。まず最も重要でそしてまた最も躍動感のあるクリエイティブな活動というのは従来のカテゴリーを超えたものである、その視線も超えている、そして従来の考え方とは馬にしっくりこないということこそが最強の力であるということです。60年代のアバンギャルドなどについてはこれは文化芸術すら見てられていない、もしくはそういったこう用語のアンハン芸術とかあとはノンアートといった言葉などが当てはめられている、そういったことこそ自体を私たちは語り合うべきなんです。例えば私が今教著として手掛けています中島芳生さんについての作家の文献などの中で、これは黒田来二さんの研究の中でも取り上げられてますけれども、中島の今までのキャリアは多種多様な面によっていって驚くほどの場所と状況とそしてムーブメントとメディアとパフォーマンスモードに関わっています。また同時にここに置いているかけているそういった対話者という存在にもなっています。50年代のハプニングを東京の路上でそしてまた電車の中でやっていた、そしてまたイタリアにはヒッチハイクで64年に行き、それからアートの宣教師ヨーロッパでやった、そして各国が追放にあっている、パフォーマンスを例えばアムステルダムのスピー広場のマジックセンターで、そしてプロフォスのこの
の触媒化していく、具体化させていく、こう結晶化させていくということの中で、彼は国際的にそれの代理人になりますし、またエンブレムになった。オータンリフドキュメンタリーもバウハウスシチュアニストの中でやってきました。パフォーマンス、コンセプチュアルアート、そしてスカルプチャーと具象のアート、その全てにまたがっている。そしてインターナショナルウェルボーターシンポジウムに関わっています。それを立ち上げたんですけども、これはスウェーデンの歴史の中において最も長期にわたる屋外におけるアートフェスティバルです。中島の営みのモハラの特徴は何かといったらば、アートの感動させ変身させていく、いろいろと変革を起こしていく、そういったものの具体を実践化しているかのようにはありますけども、そのインパクトがきちんと本来ならば取り上げられるべきところの中においての記述が漏れていることです。日本とヨーロッパの研究者とともにこれを本来の場に戻していきたいと考えていますけども、この中で中島の持っているこの凄まじいまでの作品図を作っていく、そういった力と複雑な結びつきを見ていく中で、従来のそういった活動を排除してきた枠組みを見ていくことと、そしてその中でアートとポリティクス、アートと政治の1960年代とそれ以降の時代においての関係性について見ています。中島のような活動っていうのは規範となっているカテゴリーを超えているものになっていますし、それと違いからこと新しい認識とまた理解をアートとポーズ政治の中において見てきました。その中で困惑と、そしてまた認められないということなど従来の枠組みになってましたけども、オランダとベルギーにおいての理解しがたい儀式というのは新しいパフォーマンスのフォルムとして出てきましたけども、その後の例えばプロフォスのための新しい下地を作っていったことにもなります。それは政治として理解されまた認識されるものです。中島はこのようにしてこういったアートと政治の中においての変身させていく、そういった評価していくアプローチのための新しい非常に説得力あるそういった論考を可能にしていきます。そして具体的な相互関係性を見せていきます。中島の持っていたそういったさまざまなところを放浪していくかのような実践というのは、従来の規範と逸脱しているということの中において模範にもなってきますし、また同時に特定性といった概念がいかに不十分かということも示しています。実際にローカルもしくはナショナルの枠組みを不正確な国際的なものへとこれを対比させていく、対峙させていくということとはまたがいかに不十分なのかも示しています。そしてそういった作品というもの、そしてまた一線というものは60年代のグローバルイベントとしての時代性の持っている非常に重要な作品を見ています。イベントの持っている特性と、そしてさまざまな実践と理解の持っている、そういったカテゴリーの変身そのもの、変革そのものです。中島優のアートパフォーマンスというものは十分に把握するためにはこういった洞察が必要なんです。だからこそこの瞬間はグローバルになっていた。そしてこれが完全には理解しがたいものであるということから、世界を異なった形で人々は理解し体験することができるようになっている。こういったアートと政治というものの持っているポテンシャルをいかなる時においてもこれから現れかねないということです。そういうふうにして60年代の木をしばしば見落とされがちだけども、模範的なものとしていったらば黒田大二の文献に戻りたいと思います。その中で本当に意味での深い理解を可能にしていくものなんです。そしてそういったことはグローバルの枠組みの中において同時的にその特性と、そしてまたこの瞬間とのつながりということの中で理解することができます。と同時に私たちが予測できないような方法で、そしてまたそれは時代とともに変わっていくようなものになってきますけども、異なった側面がさまざまな執筆者にとって重要になってきますし、異なった状況の中になってきます。婚約が出ることによりまして、それまでに不在であった、それでさまざまな対話の中においてこういったことがまた取り上げられることになっていく。黒田来寺がもともとこういった実践をそれまでの国内においての美術史の中で十分にそれが注目配りされてなかったということです。 47% のアメリカのミュージアムが実はコンテンポラリーアートの作家の中のトップの 4% だけに注目している。画廊も少しましたけれども、基本的には有名ブランドが圧倒的な影響力を持っていて、そしてまた観客はそれによってかなり縛られているということが見えています。つまり出会うそういった可能性と能力によってアートのこの可能性というものは依存しているということです。どういったことがその瞬間において私に語りかけるのか分かりません。例えば60年代においてデュシャンが再発見され、そしてまた余生を楽しんだわけです。黒田が明らかにしたように60年代においては驚く方の広範なクリエイティブな作品があります。多くのものはほとんど痕跡を残していない。痕跡残ったものについてはこれは美術の関係者の中でも
また人気のある、そしてまだアングラのそういった出版物の中においてもこれは採用されてなかった、注目されても結局その次の瞬間に忘れ去られていった、その後のコンテキストが変わらなかった、そしてアートには見えなかったものもあった、シンプルでもなかったし安全でもなかったし、そしてなんとなくガタついてごたついて見えていた、そしてそういうものを全部総合させていきますと驚くほどのクリエイティビティということになってき、その瞬間瞬間に私たちに書きかけていくものであるし、常に私たちの現在に対して語りかけるようなそういうポテンシャルがあります。そして翻訳はそういったことについての可能性もありますけども、保存が十分になされてなかった、そしてまた場所が十分にない、高齢化社会、そしてまた公的な助成が足りないということで、かけがえのないような作品と痕跡とテキストと写真などは全て焼却炉に向かっていくんです。毎日そういうことが起きています。多くのものは昨夜に私たちに課題がかけなかった、忘れ去られたアートとして私たちにとって賞賛とそして驚きのためのポテンシャルを持っていたけれども、エコロジストが言うように絶滅は永遠に続くものである、そして消えてしまったらはその瞬間で全てが終わってしまう、そして私たちが有名ブランドの中からの本当に限られたものとそして作品だけ残してしまったら私たちにとってはこれは貧しいことになりますから、もっとやらなきゃならない。吉田義恵のアーカイブを守ろうとしたけども結局それを受け止めてくれるところはなかったので UCLA に送り、そしてそれをアーカイブと所存しています。そしてこの重要性が明らかになってました。そして時は豊子さんのところに、私の学生だったケリマコーミキという時はホスピスに入所していましたけども、残念ながら全てのアーカイブは破壊されたということです。こういったことが常に起きていて、そして常に私はこれからも翻訳に投資が行われることを願っています。マロティさん、ありがとうございました。富井さんのお話は世界美術にその戦後、現代美術、日本の戦後美術、現代美術をその位置づけるのに、学術、市場、美術館の、三位一体の活動が必要だという、ご指摘で、これ実はそのアートプラットフォーム事業、まさにこの3社が、一体となって、活動しております。で、最後、翻訳に関するご提案もいただきましたので、ぜひディスカッションできればなと思っております。またマルティさんの話、その芸術の重要性というところが最初にあって、でその後ですね、そのやはりその国境あるいはその言語を超えたその対話っていうのをその翻訳が促す可能性についてもご指摘いただいたかと思います。ご自身の体験、それから黒田さんのライジさんの本ですね、こうした点でその翻訳の可能性についてもご指摘いただいたかと思います。ではディスカッションに移りたいと思います。パネリストは、今お話しいただいた、大館さん、富井さん、マロッティさんに加えまして、文化庁アートプラットフォーム事業翻訳事業意見交換会のメンバー、中島泉さん、山本博樹さん、それから、文化庁アートプラットフォーム事業事務局の、大久保玲奈さんが参加します。そして私は梶谷健二はモデレーター兼パネリストとして参加いたします。中島さんは大阪大学大学院准教授で主に現代美術、フェミニズム、日本の美術の領域で研究を行っておりまして、2019年アンチアクション日本戦後絵画と女性画家という本を出版されて第42回サントリー学芸賞を受賞されています。山本博樹さんは金沢美術工芸大学講師で文化研究者アーティスト、2019年に現代美術史欧米日本トランスナショナル、2022年今年ですね、ポスト人新世の芸術を刊行されております。大久保さんは翻訳家でいらっしゃって、アーティストやデザイナー、美術館、ギャラリーのためにさまざまな執筆と翻訳をされております。ではここから皆さんよろしくお願いいたします。まずですね、お三方からお話がありましたので、山本さん、中島さん、大久保さん、コメント、レスポンスいただければなと思ってますが、いかがでしょうか。山本さん、どうしますか。山本さんからいきますか。はい、少し、時間も限られてますので、短めに、かつ、あんまり急いでしゃべると、通訳が大変だと思うので、ゆっくりしゃべりたいなと。思います。富井さん、マロッティさん、本当にありがとうございました。とても資産に富んだプレゼンテーションだと
思っています。富井さん の, トークの中では重層的な価値形成を通して日本美術史をどうグローバルな文脈に位置づけていくかと、でそこへ必要な三位一体として学術、市場、美術館の緊密な連携というのが必要なんじゃないかというのはご自身の経験に基づいてお話ししてくださったと思ってます。それからロッティさん の, 最後のエピソードの中で吉田芳恵さん、それから常盤豊子さんのに関わるアーカイブっていうのがなかなか日本で引き取り手がなかったっていうお話をされていて、これは2021年に99歳で亡くなった富山妙子さんのケースでも今なかなか苦労しているというふうに伺っています。でそうしたことをちょっと研究者の立場から自己反省的に述べれば、やっぱり美術館とか特に市場というものとの関わりっていうのを少し僕自身もそうし全体としてもなかなかそこのつながりっていうのが薄かったんじゃないかと、いずれも歩み寄りというかネットワークができるなというふうにいいなというふうに思いました。で富井さんもそう考えてらっしゃると思うんですけど、これは必ずしも意見をみんなで一致させるということではなくて、とにかくこうネットワークやその意見の違いっていうのをこうディスカッションできるようなプラットフォーム、まさにこの授業もアートプラットフォームという名がついてますけど、そうしたものがこうできるといいんじゃないかと、考えました。ここでお二人にちょっともうちょっとこの点を掘り下げてお話ししてほしいなということをちょっと質問として投げたいと思います。富井さんに関して最後ご提案いただいた広く深くということですね。でこれは翻訳してこの授業終わりということではなくて、この先どう展開していくかっていうことにすごく重要な点なんじゃないかなと。でそれは小舘さんも最初のところでおっしゃってくださったように、じゃあここからどう継続していくかということに関して、この広く深くという部分についてもう少しこう具体的な取り組みなども含めて富井さん の, お考えとお知恵をお借りできたらなというふうに思っています。それからマロッティさんに関してはデコロナイジング、デコロナイゼーション、脱植民地化、脱植民地的アプローチっていう言葉が出てきたときに少しハッとしたんですけど、それは僕自身の研究はすごく脱植民地化に関わっているんですけど、それがこう翻訳事業の中で出てくるっていうのに驚きとを感じました。でその中でマロッティさんのご経験からこの脱植民地化、デコロナイゼーションというものに関して翻訳の問題、あるいはこのアートプラットフォーム事業との関わりに関して何かもう少し展開していただければありがたいなと思います。以上です。山本さんありがとうございます。どうしましょう、続けても中島さんのご意見を伺ってよろしいですか。はい、マロティさん、トミーさん、今日はお話をどうもありがとうございました。大変興味深いお話で、いつもトランスレーションというものに取り組んでいらっしゃるお二人が、持っていらっしゃる知識というものがこちらにもこちらの活動にも役立てたいと思っています。今日お二人がからあったお話の中で、やっぱり今日本の美術研究が危機にあるということが共通してあって、それにハッとさせられました。でまさにその危機に際して翻訳事業というのをが立ち上げられたということになると思うんですけれども、それを逆にそのある種の機会として受け止めることはできるのだろうかということをポッポお二人に非常に抽象的ですけれどもお聞きしたいと思いました。というのも一つは富さんがおっしゃっていたように、翻訳っていうのはこのマクロな歴史を共有することであったり、そこに介入することであったりするっていうことだと思うんですけれども、そうすると美術史、日本の美術史というのが今までいわゆる一国史として作られてきたものが、相対化されるチャンスがそこにあるんじゃないかというふうに、私は思いました。で特に私自身が女性美術家やフェミニズムのことを研究しているため、一国史を離れて、他の文脈とつながるということがすごく重要なんですね。で例えば欧米中心のフェミニズムと、どういう歴史的な背景を共有しているかしていないかとか、そういったことが翻訳事業をやっている中でも浮き上がってくるのではないかというふうに思いました。でこれもう一つの質問になるんですけれども、そこでは
多分抑圧されていたもの、今までの歴史観の中では抑圧されていたものっていうのが見えるようになるチャンスがあるのではないかと思うんですけれども、逆に翻訳することでこぼれ落ちてしまうこともあるかなというふうにも思うんですね。でそれを富井さんやマロッティさんの研究 の, ご経験から伺えればいいかなというふうに思いました。早口ですいません、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。大久保さんは多分今、質疑応答でですね、かなり翻訳に関する質問が来てますので、そちらの方でお答えいただけるということなので、ちょっと今時間の関係もありますので、まず直さんと中島さんの質問に、富井さん、マロティさんお答えいただければと思いますが、いかがでしょうか。富井さん、いかがでしょう。あれ、ミュートになってますかね。はい、どうも山本さん、中島さん、大切な質問をありがとうございます。山本さんから深く広くということでご質問があったんですけれども、今後これが深く広く根付いていくというためには、やっぱりせっかく翻訳したものを、使っていただかなくてはいけないと。だから、一番すぐに思いつくのはアジア現代美術史のような講座コースでどんどん副読本的に使っていっていただければというのは一つの希望になるわけですね。ただ拝見したところ、1960年代から2010年代までかなり広くの分野でテキストが選ばれてます。例えば堤誠二さんのテキスト、75年のものですけども、これなんかはどういうふうに実際に使えるのかなっていうのは、例えば美術史だけではなくて、文化史 の, コンテクストになるかもしれませんけれども、それを教えるっていうことがないと、実は堤誠二さんのテキストだけでは教えられないみたいなところがあるかもしれませんし、あるいはこうやって選ばれたテキストを土台にしてそこから広げていくというようなコースの組み、カリキュラムの組み方もあるでしょうし、いろんな形で工夫していただけるように、おそらくこういうものがあるよっていうのを広報していくことが必要ではないかと。本の場合は、例えばモマで出版したアンソロジーのようなものだと、ドーンとフィジカルにあるので割と目につきやすいんですけれども、インターネットっていうのは意外に広く使えるようで、実は使われないっていうことも ある危険ですかね、があるのではないかなと思うので、そのあたりは今後の課題になるかなと思います。あと機器っていうのはもちろん機械というふうにポジティブに読み替えていくっていうことは私も当然そうだと思いますが、時代の次の世代の研究者がいないっていうのは、これはちょっと機械とは受け止めにくい気分がありまして、いないわけじゃないんですね。例えばアメリカで見ても、例えば日本人の研究者は少ないけれども、アジア人の方とかが増えてるっていうことは実は事実なんですよ。ですからより広くの方が日本の戦後美術史に興味を持って勉強したいと思ってくださっていることは確かなんですね。でそこで なおますますこの翻訳の問題っていうか言語力の問題ですねが重要になってくるんではないかなと思います。とりあえずちょっとそれで一回止めさせていただきます。ありがとうございます。はい、マウティ先生いかがでしょうか。ちょっと英語で話させていただきます。So thank you both for your... お二方ご質問ありがとうございます。で同時にお答えしていきたいと思います。ディコロナイゼーション、脱植民地化という山本さんからいただいたお題もありますけれども、これは広範な私たちの歴史の中においての現象に関わります。世界の中でもっとたくさんの場所が実は本当に世界的なさまざまな芸術の変身の中において参加していて、そしてまた世界の一部なんだ、そしてもっと本当に最先端の同時再生を持っているということを認めていく、それを認識していくということに関わります。そしてこれさまざまな支配と人種差別とさしたようなことに関わります。そして
そういった世界の中の特定のメンバーを貶めていく、その価値を損なっていくということも関わってきます。で、その中での翻訳トランスレーションの重要な役割というのは、すでにこういった対話に興味を持っていて、そしてもっと世界を芸術についてアートについて考えていく中で、もっと後半に迎え入れていきたいと思っている人たちがショックを受けて驚き、そしてまた引きつけられてやまないような思いを、これほど豊かなものが日本といったこの枠組みの中において、こういった教会の中において、これがどれほどすごいことなのか、それに目を見張り、それが世界でどれほど直結しているのかを認識していくことができます。そしてその中で世界の中における、この地球の上におけるアートと、さまざまな起きている変革や変身ということに、どう同じ土俵の上で同じ立場でこれは参加しているんだということに認識があります。と同時に、これは危機と、そしてまた機会ということが関わりますけれども、同時にいくつかの声に耳を傾けるということは、聞き落としてしまうもの、逃してしまうものもあるかもしれない。フェミニストの声が静岡で1968年の展覧会を見に行った時に、実はその時に担当学芸員が、本当にこの分ですね、もっと女性に参加してほしいと思って頑張ったけれども、ちょっとそこのところが不満が残っているというお話でした。で、私はその時に、70年代の展覧会やったらば、本当に女性を大々的に取り上げることができるんじゃないかと励ましたんです。でも、それをするためにはマテリアルが必要、そういった素材が必要、そして保存がちゃんとしていなかったらば、結局それは失われてしまう。で、アートプラットフォームジャパンのサイトからメモを取ったんですけども、最新の翻訳を見ていくと、対話について日本の芸術の中においての、美術の中においてフェミニズムということだけではなくて、例えば岸本小夜子、出馬した時の話とかもありました。そしてギャラリー58の秋山修徳氏の回顧録がありますけども、あの時の役割は非常に有名ですし、岸本はともかくパフォーマンスも随分やっていた。そしてこれについてはコレクションだとか記録もひどいもんなんですけども、ここに彼女の声があるということは極めて重要だし、エッジーだし、めちゃくちゃ楽しい、そして気に入ってしょうがないということは、本当に素晴らしい、ブラボーという申し上げたいと思います。ありがとうございます。そうですね、まさにそのまずその戦後美術、その現代美術をその重要と思うものを紹介すると同時に、やっぱりこの事業ではこれまで見過ごされてきたその作家文献というのをその掘り起こして見せようとしているわけですね。その意味でやっぱりその語り方自体をこう変えていこうということもしているわけですね。大田さん、いかがですか。富井さん、マロティさん のお話を伺って、非常に胸に刺さることが多くありました。私自身はここにいらっしゃる方々とは違って、研究者ではなく実務をやっているので、特に富井さんの三位一体の部分ですね、作品を見せるだけでは足りない、もしくは言説だけでは足りない、といったことは非常に日々痛感しているということ。あともう一つ、やはりアーカイブ、マロティさんのおっしゃったアーカイブも、実際にそのものを目の前にしながら、これはどうしたものかということをもちろんアーティストからの相談も受けますし、そうしたものをもう少し、体系的に集めることも当然ですし、体系的に整理をして、提示できないかというのが、やはりもちろん翻訳もそうですし、事業全体、もしくは、これはもしかしたら国全体、地域全体ですね、アジア全体、もしくはそういった形で考えなければいけないなということを痛感いたしました。ありがとうございます。そうですね、この事業はその翻訳の事業を、やってる、この今回シンポジウムは翻訳をやってる事業で、メンバーでやってるものなんですけれども、当然その翻訳だけではなくて、富井さんがご指摘されたように、市場の問題、美術館の問題、それからその
学術の問題、それからその今マルティさん、大田さんが指摘してくださったそのアーカイブの問題ですね。こうしたものがやっぱ一体となってその、まあ、互いにその連携しながら活動していくことが重要かなというふうに思っております。富さんの話の中で確かにですね、堤誠司さんの文章、あれは西部美術館の開館記念の文章だったと思うんですけれども、そうですね、もう少し確かに説明が必要かなとは思いますね。まあ、実際ちょっとまだ一部しかできてなくて、これから足していく予定なんですが、まあ、それぞれの文献がその書かれた背景ですとか、その趣旨とか意義についてはこれから加えていく予定です。例えばその堤さんの文章でいうと、その時代の根拠地として美術館を考えるっていうのは、やっぱりその根拠地っていうのは基本的にこれやっぱマルクス主義的な用語なので、その堤さんのそのかつてのそのまあ若い時のマルクス主義者としての活動ってやっぱり踏まえられた用語で、実はそのさまざまなその含蓄がある文章かなというふうに思ってるんですね。ですので、そうしたそのこうよりこの広い読みができるような仕掛けはやっぱり作っていく必要があると思いましたし、またあとそのまあ大田さんの発表でご紹介ありましたけれども、まあ、北澤則明さんが中心となって、北澤則明さんがまあ関わっているその美術 の、 日本近現代史ですね、まあ、こちらも今翻訳をしてますので、まあ、これは翻訳されればですね、こうしたさまざまなその、まあ、分かりにくい文献に関してもその参照対象ができるのではないかなというふうに思っています。どうでしょうか。一つ言ってもいいですか。はい、翻訳っていうのを今一つのテキストが例えば日本語であって、それを英語に直すというふうに今そういう形で翻訳っていうことをおっしゃってると思うんですけども、私の実感としてはその海外で、まあ、英語圏ですね、私の場合は英語圏で日本戦後美術史をすること自体がすでにもう翻訳になってるわけなんですよね。でマロッティ先生がご自分のテキストをまた翻訳は英語に翻訳、日本語から英語に翻訳した時にまた新しいクリエーションになるっていうのは、これは具体的に並べて読んでないので、ちょっとどういう意味でその新しいクリエーションっていうことをおっしゃったのかちょっとわからないんですけれども、相手の顔を見て、だから喋ってる相手側ですよね、相手の人のコミュニケーションする相手の顔を見ながらする仕事が実は翻訳でなければならないと思うんですね。今回はこの翻訳では3人体制で非常にこう一手間も二手間も10手間ぐらいおそらくかけて、私も翻訳に参加させていただきましたので、そういう作業があったと思うんですけれども、それはあくまで日本語が英語にこう1対1対応で置き換わるということではなくって、それが相手に伝わるようにもう一度英語で練り直していくということもおそらく多くの場合必要になってくるんじゃないかなと思うんです。ですから梶谷さんがおっしゃったように、堤さんの背景だけではなくて、すでにもその言葉の中にそれをどうやって伝えるか、どうやったらうまく伝えるか、だからそういうこと自体が全体的に翻訳ではないかなということをちょっとコメントさせていただきたいと思います。ありがとうございます。非常に重要なご指摘だと思いますね。もちろんその私たちもちょっといいですか。はい、どうぞどうぞ、すいません。お答えしますが、私が翻訳が新たなものを作るということは、他の人の言葉をこれを貶めるということだとか、それを歪めるということではありません。もちろん原点を、もともとの作品をできる限り誠実に忠実にやっていく。けれども新たに生まれてくるものがそこにあるのは不可避なことなんです。新しい言語がある。そして私自分自身が書いた文章を2018年に、97年に書いた自分と、その時に翻訳やっていた2018年の私は全く違う人間になっています。同じ人ではありません。そしてトランスレーションというのは結局このアートプラットフォームジャパンの場合には素晴らしいそういった注がついていますけれども、この場合の翻訳トランスレーションというのは、ただそういうふうに落とし込んでいくということではなくて、新しいコンテクストの中でそこで命を与えていく、生き生きさせていく、
継続であり、そしてまたそれを移し替えて、でこれから未来に向かっていくものだという意味でも申し上げました。ありがとうございます。大変この事業に関してありがとう、お言葉いただきありがとうございます。すみません、これ1時半終了なんですが、あともう2分、もう1分になったところなので、ここで質疑応答の方に移りたいと思います。すみません、ちょっと時間が押して申し訳ないんですが、質問いくつかいただいております。ちょっとすべての質問にお答えた答えることできないので、ご了承いただければなと思いますが、まず翻訳の質問がいくつか、来ています。そうです、まあ、翻訳というか、そうですね、まあ、一つはですね、少し今日も話題に上がったと思うんですけれども、まあ、どうしてその英語の翻訳なのか、英語圏への紹介なのかと、そのアジア圏での共有という方向にはいかないのかですね。その、まあ、他にもですね、やはりその中国に翻訳するということは考えているのかとか、やはりその戦後日本美術というのは東アジア諸国にとって非常に大きな参考になっているので、その、まあ、中華圏におけるその、まあ、可能性もあるんじゃないかということなんですが、どうでしょう、山本さんとかお答えになりますか。はい、じゃあ短めに、僕自身も海外で東アジアを専門として博論を書き上げたんですけれども、やっぱり現状英米圏への、発信っていうのが、まあ、必ずしも英米の人たちだけをターゲットにしているわけではなくて、やはりそこに集まってきた、まあ、英語を、まあ、共通言語として日本の戦後美術を知りたいという人が、まあ、現状共有できる最大の、まあ、公用語が英語になると思います。でこれはもちろん英語中心主義っていう、まあ、問題をはらんではいると思うんですけど、まずはやっぱ現状そうせざるを得ないという部分があるのと、当然重要な指摘だと思いますし、そういった声がこう実際に東アジアで学んでいる方から出るっていうのはすごくありがたいことで、例えばこのセクションでいうとアジアの中の日本というような、その特にアジアに関わるセクションだけいくつかのこうアジアの言語に翻訳するとか、いくつか の, 次の展開っていうのがあってもいいんじゃないかなというふうに思いました。以上です。ありがとうございます。続きまして翻訳の質問がいくつか出てますので、ぜひ翻訳家でいらっしゃる大久保さんにお答えいただきたいなと思っているんですが、その例えばその翻訳者の質を上げるのに、まあ、今一番必要な事項は何でしょうか。まあ、これちょっとこのプロジェクト自体 の, その活動で、まあ、答えているかもしれませんが、まあ、こういう質問、あるいはその翻訳の間違い、翻訳の間違いの多さとその原因を知りたいとか、あるいはですね、今日本語だと現代芸術、現代美術、現代アート、コンテンポラリーアートといった、まあ、言葉が使われていると。あとそのカタカナの言葉でもそのこう日本独自のこうニュアンスというのが出ているような、デッサン、クロッキー、ドローイング、スケッチといった言葉もあると。でこうしたそのまあ明瞭な区別のない複数の美術用語をどのように扱っていくのでしょうかという質問があります。大久保さん、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。まずクオリティのことから、お話しさせて、お答えさせていただきたいんですけれども、まあ、先ほど、大館さんにもご紹介いただいたように、この事業では3段階のプロセスがあります。でその、まあ、翻訳、構成、公演、クロスチェック、校閲という段階がありまして、その段階で、まあ、なるべく多くの、方たちに関わってもらって、まあ、いろんな人たちの、言葉をいろんな方たちの力を借りて翻訳していくっていう流れをしてます。と言いますのも、まあ、一人の著者、研究家が長い間かけて書き上げた文章を限られた時間の中でまた異なる言語に翻訳していくっていうのはかなり難関なものだと思います。で、それによって多くの方でいろいろチームワークでやっていくことによってクオリティを上げていくってこともできるかなと思ってます。で、翻訳家たちのクオリティを上げるのも同じように、まあ、なるべくフィードバック、まあ、育成ですね、フィードバックをもらえる機会を作るといいかなと思います。やはり翻訳っていうのは、練習じゃないですけれども、やっていくうちに、上手くなっていく、まあ、磨き上げが出てくるところがありますので、なるべく多くの方から意見もらったり、まあ、そういった流れを作るのが、いいかなと思います。で、日本語でのいろんなその現代美術、現代アートの言い方ですねに関しましては、
スタイルガイドを見ていただきますと分かると思いますが、それは日本語での言葉をカタカナっていうことすみません、カタカナじゃないです、イタリックで表記してどういう言葉か分かるように入れ、また、訳中を、多く使います。訳中を通して原文にない、またものを、なんていうんですかね、補足していくように、翻訳を起こしていきますので、すみません、ちょっと早口になってしまいましたが、そういったようになるべくその原、ソーステクスト、原文にある言葉を残して、どのことを話しているのか分かるように残しています。はい、すみません。ありがとうございます。もう時間が、延長してるんですけれども、最後質問でですね、アートワードが評価しないようなその活動、日本だとの地方美術展等ですね、も含めて、どういうふうに考えるのかっていうことなんで、ちょっとこの時間がないので私からお答えすると、その先ほども申し上げたように、決してその今評価されている作家たちのみをその翻訳して紹介するだけではなくて、やっぱりそのこれまで評価されてなかったけれども、重要な作家活動っていうのも、その私たち自身がそのやっぱり文献をその読み解くことを通して、再評価していきたいという思いはあるので、その違うその文脈作りっていうのを通して、そうした従来評価されてなかったけれども実は重要だというような作家も評価していきたいなというふうに考えております。どうでしょう、最後皆さんの方で何か一言あればぜひお伺いしたいんですが、よろしいですか、何かありましたら。すいません、ちょっとディスカッションの時間が十分取れなかったんですけれども、いかがですか、よろしいですかね。はい。すいません。ちょっと司会の不手際もあったかと思います。今回、翻訳事業に関して、概要をご紹介して、かつ、アメリカで活躍されている、その富井さん、マロティさんに、お話をいただきました。この翻訳事業、なかなかその本当にその美術史のその価値評価の基礎を作っている作業で、なかなかこの確かに見えにくいものではあるんですけれども、今回こうして皆さんとお話して、やっぱりその意義がやっぱり十分にお分かりで、この視聴者の皆さんにも理解していただけたのではないかと思いますし、またあと今後の展望ですね、これもいろいろと見えてきたように思います。ぜひこうした活動はですね、どのような形であれやはりその進めていく必要があるのではないかというふうに、私自身は強く思いました。以上をもちまして、終了とさせていただきます。本日の同時通訳は横田佳代子さん、小林明子さんにご担当いただきました。ありがとうございました。また本日の撮影配信は現代美術の作品制作を行う映像チームプロビンシアさんにご担当いただきました。ありがとうございました。本シンポジウムの運営にあたりまして多くの皆様のご協力を賜りましたこと深くお礼申し上げます。以上をもちまして本日のプログラムを終了させていただきます。本日は最後までご参加ご視聴くださいましてありがとうございました。